どうも、竹下敦です。先ほど、島村楽器さんの、ピック白いものと黒いものと比較してみました。私の場合はなんですが、黒いものの方が、スムースにピッキングできました。なんでしょうね、ちょっと黒の方がやっぱり柔らかいですね。値段もね、安いし、結構材料もなんだろう、硬すぎず柔らかすぎずっていう感じで、こちらの、下村楽器さんのヒストリーシリーズの黒、これをおすすめします。はい、それではね、各位に対してお願いします。 See you soon です。